富樫、今度は富樫のスピードに乗ったアタック、タイムアウトかけます。ジェッツのスピードが勝ったという場面が続きましたね。そうですね、はい、ディフェンスリバウンド富樫打ってきます。リバウンド、おお、赤穂、赤穂頑張ったところなんですが掴みきれませんでして、4対2のアウトナンバーになりますが、テーブス、そしてピークが後ろから来た、ジェッツタイムアウトです。このギブスからのプッシュ、そうですね、このシーンも竹内康介選手が差し込んでいるので、はい、ディフェンスのラインが下がるんですね、はい、そうすることによって一番最後、間隔を上げて走り込んできたピーク選手がノーマークでスリーポイントを打てるという。フリッピンが登場してきました。西村フリッピン、そしてサイズダンカン、右に原修太ですが、西村、お、2本目、スポットのキックを使いながらタブセが右のコーナーに行きます。そして北川、前スペース空いていた、これでロシタータイムアウトです。ロシターとギブスで縦にピックをかけますが、イカルガにダンカンスイッチして、ロシターリバウンドはギブスフォロー、ね、右のコーナーで手を上げながら待っています。5秒、富樫を下げさせてのスリーが来た、千葉タイムアウトです。このスリーでした。そうですね、はい、うまく体を使いながら、セパレートを取って綺麗なスリーポイントを打ちましたね、はい、遠藤これで10得点イカルが空いていますが、遠藤コーナーからです。落ち着いてますね。あ、ジェッツタイムアウトをかけました。木村とテーブスです。ダンカンのポストアップいくか、ダンカンとギブスですが、ここから向き直って決めました、はい、ね、こうつける走りたいですね。ショーター外、そうですね、はい、田口どうでしょう、いいですね、来ました、いいオフェンスですね。もう1回ギブス3を狙いに行った、リバウンドピーク頑張った、そうですね、そして北川、いいですね、18分の5です。ショーター打ってくる、どうでしょう、おお、遠目から決めてきた、もう一回渡辺の素晴らしさミスマッチになっていますが、もう一回飛ばして同じような形、いいですね、守りますよね。原どうでしょう、キャッチアンドシュートは来ませんでした。これで試合終了です。84対64、東地区首位攻防。